まさかの住宅地を歩く久しぶりの横浜編です。今回はおなじみの保土ヶ谷駅から出発しまして、久保山の北側を東へ進み、藤棚町、西戸部町、野毛山公園を経て東ヶ丘へと歩きます。こんにちは、マンボウです。私は今ですね、保土ヶ谷に来てます。まさかの住宅地、いろんなとこ歩いてきましたけどね、ここが原点みたいなもんですが、この目の前にあるのが保土ヶ谷の駅で、今日はね、保土ヶ谷から出発する3回目になるんですけどね、最初に歩いたのはね、保土ヶ谷駅から出発して南東方向の山、これ今このマンションがあって見えませんがね、そっちの方ずっと歩いて駅の南西方向で終わりましたかね。2回目の住宅地歩きは南西方向から北西方向に歩いてきましたね。で、今回は保土ヶ谷駅の北東方向に歩いていきます。おなじみ保土ヶ谷の知人の方も一緒でございます。それではここから登っていきましょう。この右側がね、これ今国道1号線でね、こっから丘が始まりますがね、これは西久保で、この細い道がね、一直線に上る階段です。はい、もうワクワクしちゃいますね、これね、ワクワクしちゃうんですが、向こう側を見るとこんな感じ、斜面に建物がへばりついております。これこそ保土ヶ谷の代名詞。では登ってきますよ。お、アジサイが綺麗だ。ここは山だな。あ、だけど階段があってね、門があるからね、これ上が家です。あ、家だこれ。植栽かと、ね、樹木かと思ったら家でしたね。階段の横がね、スロープになってますから、物を上げ下げするときはこのスロープを使うんでしょう。ここにまたね、引き込まれるような路地がありますね。多分市道でしょうね。わあ、ここも面白いな、この景観。山をこう背景にして、新しいですよね、あの家ね。出ました、フリーフレーム。横浜といえばですね、このフリーフレームです。はい。左側が谷になってて、右側は宅地なんでしょうけどね。あ、ここも、ちょっとね、表札映せませんがね。盆中ですよ。この辺の家はもう、住んでない。廃屋が多い。ね、当然、プロパンですね、ガスは。すげえ並んでますよ、これガスの。メーターが。プロパンガス12個。12世帯ってことですかね。ありました。休憩者市西久保町西地区だって。休憩者市崩壊危険区域。はい、登り切りました。この登り切ると山の上は平らですから割とね、なんてことねえよっていう感じに見えますね。公園があります。ここね、未来が見える丘公園っていう名前がね、ついてました。本当見えるのかな、未来が見えるのかな、見えないな全然。港未来が見えるからじゃない、港未来見える、あ、本当だ、港未来見えるじゃないですか。港未来が見える丘公園ってことか、ね、せっかく登ったんですけどね、この谷の向こうにいい階段があるのでね、一旦降ります。やっぱりこうスロープが併設されてますね。おー、いいじゃないですか、この景色。
素晴らしい。おおほうほうほう。お、すごい。なんかおこしえのようになってます。ずっと来て、谷は向こうに開けてましてね、向こうは三沢の方なんですかね、あの丘はね。そうだよね。こっちからね、今来ました。こう来てね、くるくるっとこう降りるようになってます。いいじゃないですか。アジサイがあちこちにありますね。ここも、こちらのお宅も入り口にアジサイがある。そこに家があると。車じゃ行けませんね。この螺旋階段で登って、ずっとまた直線で登っていくと家があると。この平場は何ですかね。全面道路4メーター。それですか。全面道路4メーターの道でしょうか。これは登れませんよ、普通の車では。オフ車じゃないと無理じゃないですか。あ、こっちにもあるよ、これ。駐車場ですよ、これ。違うか、これ。輪止めじゃないか。輪止めじゃないね。でもこれ、真空コンクリートで打ってるから、一応車で登ることを想定してますね。小さい谷を渡ります。そして、反対側の斜面を登っていきます。斜面地の集合住宅。ここもエレベーターないのかな?さっきバイクがこうギャーッと登っていきました。重要なね、車で登れる道の一つ。張り出してますね。あ、このひねったカーブはね、車高の低い車は擦りますよ。タイヤ痕がついてますからね、ここに。そんなに大したことないですね、高低差ね。もう登っちゃいました。ここにまた坂があります。七曲がり坂。ここからは階段。なんかね、普通のね、坂道探検隊みたいになっちゃってますね。あ、いいね、ここ。おお、本当に曲がりくねってる。あ、そこも家なんだね。いいですね。いいところですね、ここは。ここもね、ここに門柱があってね、上に上がっていくように階段があるけれども、まあ入れない感じ。ここも家がね、家が何軒も建ってます。とね、ジグザグですね。ジグザグと曲がってますよ。あ、いいですね。これ坂道からしかアプローチできない家は無重が多いな。ここも住んでないでしょうね。さすが保土ヶ谷。あ、まさかの住宅地です。あ、東大寺ってお寺ですかあれ。そう、ね、ここにね、路地があるから行ってみましょう。この辺の家のアクセス道であることは間違いない。あ、これ区画道路だな。デカフリーフレームのパターンですね、これ。これ神社がある。鳥居がありますよ。ちっちゃい社があります。あははは。
それか狐さんがいる。これ電車から見えますよね。うん、すごい迫力あるなあ。高低差、高低差何メーターぐらいですかね、これ。あとで、40ぐらいあるかな。あとで調べて下に入れます。土正面にランドマークタワーが見えますね。藤棚商店街、サンモール西横浜か。なんてことない街並みなんですが、電柱をね、地中化してるから、雰囲気がいいですよね。あ、ここがね、面白いんだよな。屋根がかかってんだよな、ここ。あ、これなんてことない。ただこれだけのことか。色モルタルの洗い出し、田中屋金物店。大体金物屋さんってこう古い建物が多いですね。残ってるのがね。なぜでしょう。あ、ここからアーケードは。こちらもちょっと古いな。そう、ここからが横浜藤棚。看板建築ありますね。バナナジュース屋さん。これが面白いですね。もう藤棚の一番街。ファミリーファッション。ネズミ屋さん。はい、藤棚商店街。ここから藤棚町の方に登っていきます。おお、抜けられるかな。これは難しそうだな。おお、面白い。あ、すげえ階段だこれ。あ、そこで終わりだ。これで終わりだな。これもこれで終わりでしょうね。終わりだね。ということはこれは降りちゃうのかな。そこまで行って、おお、あ、降ります。すいませんいい感じなんで降ります。おお、海だ、海だ、どん突きだ。すごいね、覚えてる。おほほほ、降りちゃった。あ、これが岩松寺だ。真言宗岩松寺って読むのかな。あ、ランドマークタワーが見える。この岩松寺坂を登ってきましたかね。右に階段が見えたんで行ってみましょう。当然こっちに登っています。ここも車は入れないかな。ね、こうですもんね。行き止まりっぽいな。ありゃ、これはどうでしょうか。抜けられるかな。あ、行けそうな気がする。左に曲がってんぞ。お、繋がってる繋がってる。行けそうだぞ。あ、ダメか。ダメだ。行き止まり。この左側の道の一角は袋小路です。抜けられませんでした。これが水道道。うん、どっち行きましょうかね。これが保土ヶ谷のなんとか浄水場からずっと水道管がこの道路の下を走っている。井戸だ。ポンプ出ます。そうだね、出る出る。すげえすげえ。これが尻こすり坂だ。
確かにここでね、勾配が急になってるよ。お尻こすっちゃうという意味でしょう。このお迎えの家の2階からの眺めが最高ですよね。これ右からランドマークタワー、横浜銀行本店、三菱重工横浜ビル、一直線の階段があるようです。ほら、うわ、降りていきましょう。はい、降りてきました。30メートルぐらいだな。50メートルはないでしょう。擁壁住宅が立ち並んでますね。ずっとこれ擁壁住宅。階段階段階段だらけ。これね、野毛山のね、排水池があるんだね。はいはい、おお、排水池だ。排水池、何にもないです。これ明治、文明開化、明治の終わりで、はい、排水池ができました。関東大震災直前、なんか建物がいっぱい建ってきました。野毛山の展望台、海の方見てます。海が全然見えません。全部埋め立て地。そして向こうの緑は山手です。ああ、根岸競馬場の一等うまみ所が見えますね。さあ、ここから吉田神殿の方に下っていく階段、これがございます。あ、古民家カフェだ。古民家カフェです。ワーエン、この階段かな。これだこれだこれだ、これです。うわ、ドンドンって感じで、あ、すげえ、こっちの方に降りてくるの。これここ俺も上がったことある。 ある、うん、嫁はんと嫁はんとあれ日の出町か、あの駅は日の出町だ。これもわあ、すごい。ね、そこに見えるは日の出町の駅。井戸があるよ。なになにこれ、あ、うわ、なってる、塞がってる、言わないけど、ブレーチングがかけてある。あ、そうでしょうね、うん、吉田寛兵衛の碑、天神坂碑、うんうん、まあこれをこの何、神殿を作った人の記念碑。あ、そういうことか。何この地図、これ地図じゃないんだ、これ、これこれこれ
すげえなこれ。なんだこれ。13メートル、これ10っていう。なんか調査した上にもあるよ。ほら、鉄筋が通ってますよ。本当だ。すごい、ね。面白いね。これはこの落書きはポパイ中華。バー、崖と階段ってそのものやんって感じ。そのものやん。うわ、急坂、あ、すげえ。はい、行きたい。そうそうそう、途中まで行きたい。うん、いいよ、どうぞ。すげえ。すげえ、これ。これ、なかなか。なかなか。なかなか。インパクトある。まさかの住宅地歩く。保土ヶ谷からですね、西戸辺まで歩いてまいりました。ここは東が丘ですけれども、すごいね、こりゃ。うん、すげえ。これはすごいぞ。これはね、クレみたいですね。クレ。うわー、高えな、これ。ほら。これはすげえぞ。ほんと？いやぁ。これ登んなきゃダメだろうな、きっとな。やっぱり、集落町並みウォーカーとしては、やり過ごすわけにはいきませんね。この後ビールが飲めるということで。あ、これはね、高い。これ。あれすげえぞ、これ。何？急坂。この高さですよ。急坂ってあんた。まあ、シャドウのね、角度はそれほどでもないけど。擁壁、高すぎませんか？この手前の家は一段向こうより下がってるけど、でもどうやってそこの家にアクセスするんだろうな、これな。で、ここがこう、石の、大谷石の石垣になってるんだけど、向こうの家がね、コンクリートで上げてるんですよ。上げてるんです。いや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 。水抜き穴かな。うん。のとこだね。これ水抜き穴がなんでこれこう排水取ってんだろうね。これあそこで集めてここで流してんだ。ここになると上から入って下に降りてくるんだろうな。はあはあ、その擁壁はどっちだ。あ、でもここに境界栗があるから、これ境界栗ですからね。こっちは右側のマンションを作ったんだな、これ。目に入ってるね。そうそう、すげえ。すげえな、これ。すげえ。絶対あなたが言って壊せないんです。そう、建築用壁になってるやつ。建築がね、土留めになってるんです。これはおもろいぞ。大谷石の石段が、いけるぞ。立ってるな。はいはいはい、再びね、この民家カフェの前に戻りました。はい、天坂の住宅地を歩く、保土ヶ谷から北東方面に歩いてですね、藤棚町の方に行って、西戸部の方に抜けて、今日の出町の京急の日の出町の駅、その上に来ております。最後にね、すごい急坂の擁壁が高い住宅地に出会いました。はい、今回はこれで終わりにします。お疲れ様でした。それじゃあ野毛に飲みに行きましょう。
打ち上げです。打ち上げ打ち上げ。